僕は美容師を今やってるぐらいなんで、はい、もう一番大好きな仕事 で美容師ってお客様の人生を扱ってまして、はい、僕らがする髪型一つとか、はい、下手したら接客一つ笑顔一つで明日からお客様の人生が変わっちゃうっていうことを本当に目の当たりにしてきて、はい、こんな人生を扱ってるような仕事の人がこんなに浮かばれずにいいのかと、はい、もうちょっとこう社会で輝きたいって思いが強くて、日本最大級の240店舗を展開しているアース、その運営の要となる株式会社アースホールディングス取締役、うち現在72店舗をフランチャイズ展開する株式会社サンクチュアリ代表取締役も兼任、16都道府県に14拠点の本部を作り上げ、38名の経営者を輩出している。彼の名は山下誠二。著書年収1億円になる人の習慣は、幕張メッセで行われた講演会は動員数1万人を誇り、2019年全国6都市講演会ツアーを開催するなど、彼の活動は美容業界だけにとどまらない。元号が令和となるタイミングで美容業界の底上げをさらに加速させるため、新たな革命が今始まる。令和の美容師革命、山下誠二。東京青山にて株式会社アースホールディングス新入社員入社式が行われるこの日、取締役を務める山下誠二に朝から取材班が同行した。山下さん、おはようございます。おはようございます。山下さんがお世話いつもなっているという美容室さんですよね。あ、そうです。自分のお店で、はい、もうやるんですけどね。はい、ここはちょっと特別なところで、今日はもう決めなきゃなっていう時はここに必ず来てですね、セットしてもらうんですけど、今日は入社式なんで、こう自分の心を整える意味で、自分時代の師匠なんです、ね、最初、新宿の神楽坂でお店に社会人1年生に入って、このチーフだった7歳上の風修二さんで、普段は石神井公園でお店をされてるんですけど、この目黒もマネージメントしてくれて、はい、僕のために来てもらいました。あ、そうなんですか、はい、え、山下さんより7歳年が上の方なの？そうなんです。50歳で50歳になりました。全然見えないですね。山下さんも若いですけど、皆さんやっぱお若いですね。びっくりですよね、はい、ずっと変わらないですね、福井さんは。じゃあ大事な時はいつもやっていただいてるんですか？そうなんです。この前、幕張メッセで1万人の集まる公演を僕させてもらったんですけど、はい、本当にでもここに来ましたし、あとはテレビに出演した時もここに来まして、はい、下積み時代の山下さんってどんな感じでしたか？そうですね、まあ、昔からちょっと男気があるような感じで、はい、まあ、信じた人にはついていくような、なんかそういう気持ちの持った、まあ、若い時代だったかなって思いますね。当時から今みたいに社長たくさん輩出して全国展開するような方になると思ってましたか？全然思ってなかったですね。でしょうね。完璧ですね。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ここは今ヘアセット終わって歩いて2分ぐらいのところですけど、はい、毎年何かあるんですか、ここに来る？ここの目黒新橋に行って、はい、25年前に同じように今日社会人になったんですけど、はい、あの入社式の日を思い出してですね、これから入ってくる新人に伝えようと思ってまして、心の中のスイッチが入るというか、あ、
今日もうこの後1時間後に入社してたんですけど、はい、当時は桜を楽しんでるなんていう気分は全くなかったんですけど、はい、ここ1、2年ですかね、はい、ようやくあ桜が咲いてるっていうふうに認知するようになったのは、それまではもうただバタバタバタっと、まあ、40歳ぐらいまでこうやっぱり心の余裕も持てなかったですよね。山下さんも新人時代は神田川をこう歩いてたんですね。そうですね、歩いてました。出勤するときに、はい、入社式は毎年規模がどんどん大きくなってると思うんですけど、はい、どんどん人数とか増えてますよね。増えてますね、はい、今年は312人の新卒生が入社しまして、はい、山下さんも今日スピーチみたいのもあるんですか。あ、僕もあります。言うことはもう決まってますか。言いたいことたくさんあるんですけど、その場の新人たちの顔を見てこれがふさわしいなっていうのを言わないと、はい、ストライクゾーンに球投げられませんからね。自分が話したいことっていうよりも相手が求めてることをしっかり伝えてあげないと自己満足になっちゃいますからね。もしかしたら中には本当は美容師になりたくなかった人もいるかもしれないんで、その人たちはやっぱり美容師になってよかったな、選んでよかったなっていうふうに周りの先輩にならないと、かっこいい大人にならないとダメだなって。他のフェラーリメンバーも来るんですか。来るのかな。いつも集まるときは5台とか集まるんですけど、はい、全部で7台あるので、はい、じゃあ今日新入社員の方たちも高級車を結構多めに目の当たりにするんですね。見かけれるでしょうね、はい、ちょうどあの僕も入社式の時に全く同じシチュエーションですね。25年前なんですけど、はい、歩いてるときに、はい、真っ赤なフェラーリがファーンと通って、あれ覚えてますね。え、それ25年前ですか。25年前本当ですか。はい、入社式に向かう途中で、はい、あれは神楽坂か早稲田だったかな、はい、真っ赤なのがバーンと飛んで、はい、オープンで、はい、もうじゃあ入社式にそれもフェラーリは縁があったんですね。運命だったんですかね、はい。おはようございます。おはようございます。おはようございます。入社式でヘアショーやるので、その準備してるんですよ。あ、新人の方にヘアショーを見せてあげるんですね。そうなんです、はい、僕入社式の時にいろいろ追えない人の話聞いてて疲れてしまったんでこういうのが興味ある。なるほど、はい、僕も実は、ね、話すのは、はい、5分しか話さないって決めてて、はい、話を聞かすよりこういうショータイムとかで見せるみたいな感じで。そうですね、うん、の方が説得力ありますし、これが新人が言いたいことですよね。山下さんどちらにお座りになるんですか。あの横の前じゃないですか。前じゃないですよ、はい、今日は主役は新人なんで、はい、多分最初だけで、あとはずっと歩いて新人の顔とか見てる。ステージ中はそこにいる、はい、監督の彼が、僕が一番最初に輩出した経営者なんです。あ、そうなんですね。そうなんです。もう任せていけば安心だな今僕よりすごいんだよ。先ほどお伝えした石井です。山下さんが生み出した経営者第1号さん。そうなんです、はい、僕のフェラーリ430スパイダーを、はいはい、石井が継承してました、はい、今日はヘアショーの監督をしてます。あ、今日の出来栄えはどんな感じでしょうか。100点満点。モデルさんが、はい、美人揃い。実際働いてみてどうでしたか。やっぱ自分の思い描いた世界とは全然違くて、かなりの体育会系でしたね、はいはい、あの美容室というから割と女性のイメージが強くて、はい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 、もうちょっと文化系なのかなっていうのを期待してたんですけども、はいはい、もう壮絶なる体育会系でしたね。でも山下さんが新人の頃と今の方の入社してくる時って考え方とかもう全然違うじゃないですか。全然違いますね、はい、僕らの時代はやっぱりまだ今のように働き方が整備されてなかったので、はい、言い方悪いんですけど奴隷制度に近いようなところもあって、はい、具体的な壮絶さってどんな感じ。
飲み会ですとか、あ、もう強制で誘われる、まあ、そうですね、はい、まあ、断ることはありえなかったですし、はい、あとたくさん、まあ、飲まされるというか、はい、今はそんなことない時代なんですけども、はい、当時は俺の酒が飲めないのかっていう先輩がもう全員で、はい、ちょっと厳しい環境ってことですね。厳しいですね、はい、掃除から何から厳しくて、それを愛情と捉えるか、はい、いじめと捉えるか、でもその時代もそれで、はい、諦めてった人間と何クソと思ってやった人間分かれて、やっぱりそこで踏ん張ってそれを先輩の愛情だと捉えた人間は成功してますよね。まあ、昔の時代もいい部分と悪い部分が今となってはあるので、その自分が経験して嫌だったことは絶対に後輩にしないようにしてますし、あ、これは良かったなっていうことはもう徹底的に返すようにしてますね。おはようございます。おはようございます。病業界って昔の先輩たちが作ってきてくれたものっていうのもすごくいいものがあって、はいはい、そのいいものはしっかり残しつつ、はいはい、新たな数をしっかり付加していくっていう、ちょうどこの令和のタイミングで平成終わる段階で全部準備が整ったんで、それをしっかり実行していきたいですよね、はい、でこの令和の時代っていうのは美容業界の中でしか通用しない美容師っていうところから、美容業界の外で通用する美容師を作っていくってことをやりたいんですよね。でまずそのためには自分が、まあ、皆さんにお伝えできることがたくさんあると思ってるので、それを伝えて、それが書籍でも動画でもどんな形でもいいので。じゃあ今日の入社式から山下さんの美容師革命が始まっていくわけですね。そうです、ちょうど令和になりますし。そうですね、今回初めて令和の新人を迎えますからね。そうですよね、もう準備は万端なんで、成功と失敗、まあ、成功はほとんどないですけど、はい、いろんな失敗を一周してきて、もう何も怖くない状況を経験してしまったんで、これから令和に入って本当にやりたかったことっていうのを作っていきたいなと思ってます。はい、では山下さん、本番15分前ですね。もう、あ、そうですね、はい、もうこれカメラが実は入れないので、はい、はい、そうですね、ちょっと企業秘密なところもありますもんね。そうですね、はい、今日はもう新人の皆さんの運命を変えられるようにしっかりやっていきたいなと思います。はい、じゃあ今日はここまで撮影させていただいてありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ入社式頑張ってください。ありがとうございます。ビシッと決めてます。